さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、どうもどうも。2週間のご無沙汰でしたね。ご無沙汰しましたけども、ね、なんか常念さんちょっとこう体型が変わったなという気は。そうですね、あのジョネザップの方にね今話題の、今話題のジョネザップに、ね、はい、出していただきます。ものすごい絞るよみたいな、ね、そうですね、はい、もう全部食事制限ですけどね。あ、そうね。いや違います、はい、ちょっとあのね、私もほら、あの桜林さんがいない間に地上波進出したりとかね、いろいろありまして、はい、忙しくて、痩せちゃいました。いや嘘です。ちょっとあの体重があのウェルター級にちょっと近づきつつあるので、ちょっとライト級に今戻そうかなと。どうってことないんですよ。柔術の師匠からね、あのちょっとあのジョネさん最近上に乗ると重いって言われて、練習してる時にこう上ガーって乗ったりするやつ、はいはいはい、重いって言われて少し体重落とし込んでました。それだけなんですけど。はい、大変です本当にね。そうですね、はい、大変といえばね、はい、安保法制で国会が大変ですよ。そうですね、もう桜林さん言いたいこといっぱいあるでしょ。なんか私あんまり最近見てないんですよ、はい、です正直で。なんかもうちょっとね、 こうあんまりね、ええ、こう見るに聞くに耐えないというかですね、見ても無駄。あの何が行われているかは、あの、はい、小学生のリアルタイムで見てるんですね。あ、まあ、ちょっとこ う, もうやきもきしてしまうんですね。あと、ね、であのちゃんとおさらいするようにしてますけど。なんかあの憲法学者っていうのは安全保障の専門家らしいですね、はい、あーねえ。あの人たちでも安保も自衛隊も違憲だってずっと言ってた人たちじゃないですか、はい、ですよね、うん、でここへ来て自衛隊は合憲なんですか、じゃあ。そう言われてみればそうですよ ね, ねそもそもね、そもそもだって安保も自衛隊も違憲だって言い続けた、はいはい、まあ、認めたっていうことになっちゃうんですよね、はい、がなんか急に、いや集団的はダメだとか急に条件闘争に走って調子に乗ってるんですけど、まあ、皆さん だんだんね、時代とともになんか変わったりとかしがちではありますけどね、まあ、まあそうですけどね、だいたい憲法学者は憲法解釈決めるんじゃないですから、はい、まあね、憲法解釈は、まあ、あの最終的には国民が決めるんですけど、まあ、その国会とまあ政府で、まあ、基本的には有権解釈が決まるということなんですよね。今日も一応経済ニュース最前線なんですが、はい、最初このことを解説したく、まずこちら、はいはい、憲法と憲法典の違い。お、これ分かんない人が多いんですよ、憲法典というのは日本国憲法のこと ね,、うん、ね、これは、まあ、あのいわゆるこう、まあ、字になってるやつ、ね、でイギリスはないです、はい、憲法典、はい、でも憲法あるでしょ、日本もだから一応日本国憲法という憲法、あ、憲法10はあるんですけど、憲法っていうのもあるんですよ、うん、日本の憲法って何かというと、この日本の歴史そのものですね。あ、はい、歴史の中でいろいろ培ってきた慣習とか、うん、我々が常識と考えることとか、うん、まあ、そういうのが憲法なんですよ。でその憲法って圧倒的にでかいんですよ、日本だって2000年ぐらい歴史ありますから、うん、その中のごく一部この憲法10っていうのがあるということですよ。でこの憲法典はね、はい、まあ、これ私 の, あの、まあ、考えというか、まあ、はい、まあ、本当にそうなんですけど、日本国憲法っていうのは平時のことしか書いてない憲法典なんですよね、はい、あ、そうですね、はい、でも憲法で考えるときはあらゆる事態考えるじゃないですか、そうです、ね、憲法の枠組みで考えると、ね、はい、ってことは、まあ、非常時はやっぱり別途ね考えなきゃいけないんですよ、うんうん、憲法典に書いてあることはあくまでも平時、平時です、ね、でこれに想定してないことがあったときにどうするんだってことは考えておかなきゃいけない、はい、いうことになると思うんですね、うん、でそれがまさにこの安保法制というやつなんですよ、はい、でこれ考えてみれば分かるんですけど、平時にはね、うん、それはもう世界中が日本みたいに平和な国だったらそれは戦力いりませんわ、うんうん、なくてももう国際紛争で起こんないから、そもそも解決しなくてもいいしって話で、だったらラッキーですよね、はい、まあ、つまりこういうことですよ、はい、ね、外国、日本、長い暮らしてました。ものすごい大雑把ですけど、かなり大雑把ですね。合ってます、合ってますね、はい、まあ、はい、イメージ図ですから、イメージ図、概念図なんで、はい、外国、日本、はい、平和に暮らしてましたってことになりますよね、はい、これでいいじゃないですか、はい、でね、あの他人が本当に素晴らしいんだったらいいんですよ、うん、でね、よく憲法学者が日本国憲法にはね、もう外国を信じるって書いてあるからもう信じて死ねばいいんだみたいなこと言うんですけど、いやそうじゃないでしょうと、あなたそれ憲法点そうかもしんないけど、はい、な、憲法は違うんだぞと、うん、な、そこをうまくこう解釈するのが憲法学者の役目じゃねえとか思うんですけど、あの人たちはなんかもうあれなんですよね、字面ばっかり解釈してる人たちなんで、だからもうこういう状態じゃない時っていうのはもう考えられないし、起こりえないし、怒ったらもう万歳してくださいみたいな話なんですよ。そうですね、もしくはなんか民兵になって抵抗してくださいとかね、わけわかんないこと言うわけですよ。ね、で普通に考えてみれば、はい、日本国憲法素晴らしいじゃないですか、国民主権、うん、で
それから基本的人権の尊重、平和主義、素晴らしいじゃないですか、うんはいね、この外国の人に教えてあげたいですよね、この辺にいる外国の人にね、この辺ちょっと突き出た外国にも教えてあげたいんですけど、まあ、そういうものが、ね、世界中に広まった状態なら、はいまあ、いいですよ、うん、でその広まってないし、そんなん全然信じてない人、基本的人権ないし、うんね、それから国民主権じゃないと、ね、一党独裁だったりとかして、はいね、でしかも平和主義じゃないんですよ、はいはい、もうあの軍事慢政みたいなね、そういう国があって、で例えばね、こうなっちゃったらどうしようってことですよね。ああ、恐ろしいことになってますね。はい。ね、今だから日本国憲法ですらね、前提これですよ。うん。日本の国土は一応ちゃんとある。はい。で、これがもしじゃあこういう侵略にさらされるような事態になった時、ね、それでも憲法典には戦力持つなって書いてあるから、抵抗運動しちゃいけないのかとか、ね、基本的人権の尊重とかね、国民主権とか平和主義をやるためにその領土を回復することっていうこと自体も憲法が禁じてるのかって話になりますよね、うんうんはい、そうするともう日本国憲法ってめちゃめちゃ自己矛盾になっちゃうんですよ、うん、だってそういうもの全部保障しますって言ってるのに外国が来たらいやでもそれはもう守れませんからと諦めてくださいみたいな話になるのでそんなの論理的におかしいじゃないですか、うん、そもそもそのまあ憲法典に何が書いてあろうが国の基本権として自衛権があるっていうのはまあつまりそういうことなんですよ、うん、そういうことですね。この憲法の方ね、はい、憲法典じゃなくて憲法典何書いてあろうと思うそんなもん憲法が存在するって前提としてね、うん、国家がこの領域を守れなかったら、うん、そもそもこっちが外国になったところは一党独裁で人権弾圧みたいな話になるわけですよ、はい、ウイグルとかチベットみたいにね、うん、そういう外国がいるでしょどこの外国か知りませんよ一応外国って書いてあるわけですからね便利な言葉ですよね外国が来て、はい、そう一党独裁の外国が人権弾圧みたいなことをやった時にもともと日本の領土だったところ回復しないどうすんだと、うんいう話ですよね、うん、でこうなっちゃったら大変じゃないですか、はい、ここまでなっちゃったら回復するのです、ね、だからこうなる前のこういう状態の時にね、うん、もううわーってもうグーって感じなわけですよ、ね、グーってこうね、はい、もう押さえつけられてる感じでグーってこう感じになってる、はい、この状態の時になんとかしといてもいいんじゃないのと、うんうん、ねでこの状態の時にこう何とかしといた方がいいんじゃないのっていうことで今安保法制やってるんですよね、うん、なんでかっていうと、はい、この外国がね、ええ、どうもこういうことらしいんですよ、ええ、世界中の国々になんかこのイランプレッシャーをかけようとしてるらしいんですよ、ね、はい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 、はいええ、でこうなってる時っていうのも大変ですよね、ええ迷惑かかってる国がいっぱいあるから、ええ、連携して、ねはいね、一党独裁人権侵害じゃなくて、はいね、国民主権、うん、基本的人権の尊重をやっていくためにね理念を共有する仲間と一緒に、ねね、セキュリティダイヤモンドを作っていきましょうっていうのが安倍さんの発想 で、うんそうですね、別に戦争しに行くんじゃないんですよ、ね、こうなっちゃったら大変だから、ね、こうなっちゃったら大変だからこういううちに利害関係共有する国とともにね、はいまあ、これ国際政治ですよ、はいね、一緒にやっていきましょうという話をしているわけですよね、うん、特にアメリカですよねあの物理的にこの外国の力ねどこの外国か知りませんよ、はい、知りませんけどこの物理的にこの外国の力を、ねはい、排除できるのはアメリカしかないです、そうですね、あとまあ日本なんですよ、でこれはまあ今日ちょうどねあの桜井さん詳しいところなんで、例えば南シナ海にね、ある外国の潜水艦がまあいたとするじゃないですか、はい、でも例えばね P1 自衛隊の P1 が紹介するともうお前全部そこにいるよなみたいなの分かっちゃうらしいですね、わかるんですよ。あ、まあ、これ言っちゃいけないのか。いや、もうあの日本とアメリカで紹介活動をやってますから、大体、はい、あの分かっちゃうんですよね。はい、で横島のことやろうと思ったら、ボーンみたいな。そうやっぱりそういうのやらせないためにねぐるぐる回ってるってあの、ね、意味合いもありますよね。お前そこにも分かってるぞみたいな、はい、まあ恐怖なんですよね、はい、やつらとしてはね。はい、ですよね、だからその紹介活動、はい、パトロールをしましょうと、こういうのは出てこないようにね、はい、という話なんですが、パトロールのことを侵略というらしいんですよ、パトロールが嫌だみたいなね。そうですね、いやそれはねこの外国にとっては嫌なことでしょうけどう、ね、なんで日本の野党がパトロール嫌なんだよって思いません？思いますね、本当に、ね、変ですよね。やっぱり日本の国益を考えてるとは思えない人もいますよね。思えないですよね。でなんでこの外国はね、まあ、こんなことやるのかと、いうことなんですけど、どうもねその外国ね最近調子悪いらしいんですよ、経済が。まずね輸出入がね、はい、3ヶ月連続でマイナスです。でねあの5月は特にひどくてですね、輸入がねマイナス 17.6%。なんですよ、で1から5月まで通期でねマイナス 8%、 で輸入がマイナスってことはこれ消費が全然盛り上がってないってことなんですよね、むしろ消費が減ってんじゃないかと、でいろんな経済指標出るんですけど全然当てにならない国なんで、この外国はねどことありませんけど、ね外国ね、この外国は人口ですらねよく人口ですらよく分かってないですね
そうなんですよ、まあ、大体この外国のね、まあ、一党独裁の支配者たちがうちの数字当てにならんで自分で言ってるそうですから、うん、まあやってる本人が当てになんないっていうのはよっぽど当てになんないだろうなみたいな話なんですよね、はい、で輸出入ボロボロでしょ、うん、それからね新車の販売台数もね2ヶ月連続前年割れでなんと5月はねマイナス 15% という、もうある程度こう行くとこまで行ったってことなんですか。そうですね、もうかなりピークアウトしてて、あであの、まあ、ドイツがねその外国のこと大好きで、うん、いっぱい工場作ってるらしいんですけど、もうなんか作りすぎちゃってるらしいんですね、すごい在庫でもう車100万円引きとかで売ってるらしいんですよ。100万円引き100万円引き100万円で売ってるんですよ。100万円引いて売ってるらしいんです。おかしいことになってますね。恐ろしいなと。投げ売り状態。投げ売り状態。だとにかくもう在庫の山、山っていう感じで、でそのポール・グルーグマンあたりも言ってるんですけど、やっぱりね消費と投資のバランスが逆なんですよね。はい、普通はね消費が半分ぐらい、うん、投資はその半分、その消費のさらに半分ぐらいなんです。うん、ところがねこの国はね投資が半分ぐらいです経済全体。で、あの消費がその投資の半分しかないという非常にいびつな経済なんですね。すごい消費してるのかなっていうね、うん、思いきや全然違うんです。あの、まあ、政府が信用できないので、うん、年金制度とかもないでしょ。だからもう個々人がねあの資産を貯め込むことでしかね安心できないらしいんですよね。まあ、そういった弊害もあったりして、うん、もう投資に次ぐ投資っていう感じで最終的にね将来こう使うために投資してるんですけど誰も使わない投資をしていると。だからまああのねあの正面衝突する高速鉄道を作ってみたりとか、はいね、ゾンビが住んでるニュータン作ってみたりとか、まあ、やってるわけですよね。あながち笑い話じゃないですかね、はい、もうそうなんですか。もうこの外国ね、まあ、まあシナって言うんですけど、まあ、ちゃんと、ね、ぶっちゃけシナなんですよ、まあ、シナなんですが、まあ、もう本当困ったやつだと、はい、で今ね景気がちょっと悪いのであのアベノミクスみたいな感じでね、まあ、その消費とかをまあ刺激するために金融緩和をやってるんですね、はい、でその、まあ、景気が悪ければ悪いほど、うん、もっと大胆な金融緩和があるだろうっていう織り込みで今上海総合指数がバカみたいに上がってるんですよ、バカみたいに上がってるって本当文字通りバカだと思うぐらいの上がり方してるんです、はい、すごいですよ。だってここは半年ぐらいで2倍になってますからね。はでも実体経済の数字どん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 悪くなってるんですよ、はい、アベノミクスはやった瞬間に結構実体経済の数字もこう良くなってきたでしょ、はい、悪くなってんのに株価だけ上がってるんです。でさらに言うとねあのまあシナですから李克強指数ってあるんですけど、電力消費と鉄道貨物輸送量と銀行融資残高なんですけど、あの鉄道貨物と電力消費すげえ落ちてるんですよ、でも融資残高だけ去年の年末から金融緩和を始めた時からギュッと上がってるんですね。はこれはやばいですよね。バブルが崩壊する直前っていうのは実体経済冷えてるのに融資だけ伸びてるんです、つまりマネーゲームで伸びちゃう。でそのかけたレバレッジね、要はその借りたお金どこに行ってるのかと、おそらく株式市場に行ってるだけと思うんですよ、ね、だ自己実現的に株が上がる、ね、これハーディング効果っていうね行動経済学で有名なやつなんですけど、ハーディング効果すでに出てるんじゃないかと。でしかもねこんな状態なのにあのシナ人民銀行、まあ、人民抑圧銀行ですけど、人民抑圧銀行はですね、なんか正式な名前が分からなくなるんですけど、はい、で一応、まあ、あの中国人民銀行って言うんですけど、正式名称、ここはねマネーサプライ、まあ、M2 で見るんですけど、マネーサプライをねプラス 12% に持っていこうとしてるんです。でじゃんじゃか金融緩和してるんですけど、それでもなんかあんまり融資が伸びてないらしくて、プラスの 10.8% ぐらいしかまだいってないらしいんですね。だおそらく実体経済がほとんど資金需要がないんですよ、投資しすぎて。で今この借りてるのって多分マネーゲームで借りてるような人が多いんじゃないかと。でシナの会社はね大体マネーゲームやってるんです。日本の会社もねバブル期ね、はい、結構マネーゲームやってたでしょ。本業ともう半分、はい、ほらマネーゲームっていうか、まあ、投資活動ですよね、株式投資、はい、ですごく多いんですよ。で特にねあの国有企業なんかの場合はほとんどねあのシナの国債と同じぐらいの安い金利で資金借りられちゃうんですよ。で借りた資金をまた貸しすんの、プレミアム取って、すごいでしょ。すごいんですね。そう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 。だからもうほぼ公定歩合に近いような金利で借りといて、でそれを倍とか2倍3倍とかのぼったくり金利でそういう危ないところに貸して、で短期で資金やって離職してんです。でそういう状態でもう経済やばいじゃないですか。やばいんでこれですよ。やばいんでこういうことですね。軍事的冒険に出るというね。やつなんですよね。そういうところにこう力をね、はい、向けて、はい、そうなんです。であの今ですねあのシナはですね、まあ、とにかくあの地方債が結構やばい状態で、地方がほら無茶なあの過剰投資いっぱいやってて、で全然それがキャッシュ生まないから金返せないんですよ。でどうしようということで地方債借り換えしなきゃいけないと、でその借り換えする時の枠を2倍に増やしました、とりあえず資金が足らないんでと
危ないですね。危ないですね。相当ね。で、それだけ巨額の資金が不良債権に固定しちゃうってことは、これイノベーションが生まれないですよね。うん、資金は足らない。はい、ね、でお金はじゃんじゃかじゃんじゃかするんだけど、うん、なんかみんなマネーゲームいっちゃうと。うん、でこの先アメリカが利上げするでしょ、はい、と世界的にも資金がアメリカに還流してくるので、うん、そうするとますますきついんじゃないかと。ますますきついから、だからこういうことをするわけですよね。あ、最近の中国の動きというのはなんかね、はい、ちょっとこう不穏なとこありますもんね。そうなんですよ、はい、アメリカにすり寄ってみたりとか。そうなんですよ、アメリカに今ね結構実はすり寄ってまして、最近ニュースがあって、アフガニスタンの問題で仲介するらしいですね、うん、あ、はい、でタリバンの代表とか呼んで、あのウイグル自治区に呼んで、うん、で話し合いとかやったらしいです。でアメリカ軍があと2年で撤退するとか言ってて、でそう、じゃあアメリカ軍出てった後チャイナがあそこ介入するんですか ね。でも下手にシナが介入すると多分イスラム教徒の恨みかって、また爆弾出るとか大変なことになるんじゃないかな。なんかめちゃくちゃなことになりそうですけど ね。アメリカはやっぱり、まあ、オバマさんもね、はい、まあ、ちょっとああいう状況だからなんとなく頼るようなとこあるんですか ね。まあ、アメリカはね、やっぱりもともとオフショアバランシングっていうことで中東にはね、うん、とにかくその海の上に艦隊を派遣しているけれども、まあ、あの自分がその、まあ、応援してる人にバックパスだけして、はい、そうですね、かつてはサダムセンにバックパスし、イスラエルにバックパスしってやってたじゃないですか、あれでやってるよかったんですよ。それを今度なんか急にダイレクトコントロールだとか、最終的にはもう自分でやるみたいな感じになっちゃって、結局もう大失敗したわけでしょ。でそのダイレクトコントロールだっていうふうにそのまあ舵を切ったのには、実はそのイスラエルロビーが結構関係してて、これミア・シャイマンがすごくこう攻撃してるんですよね。でこれはまあちょっと自業自得だったんですよ。だからやっぱオフショアバランシング戻さなきゃいけないのに、まあ、チャイナはオフショアバランシングどころかちょっとタリバンの件でアフガニスタンに深入りしてしまうかもしれない。あ、でアメリカは廃業っつってもうなんかあのゴミだけ渡してバイバイってするかもしれませんね。結構シビアですからね、そこは。それはそれで、はい、でそんな動きがある中ですね、はい、なんとついにアメリカがですねインドに急接近ですよ。あ、インドね、まあ、ポイントですよね。インドってね、そうなるとですね、はい、でね、インドになんとね、うん、新型空母、インド国産空母 の、 あの建設に協力するそうです。おー、はい、でね、インドのね新型空母どんなのかっていうとね、こういうやつえ、すごい、あ、想像図すごいですね、はい、これ、まあ、想像図、これどこが空母なんですかね。これはね、あの中にね、やっぱあのこう変形する戦闘機を積んでます中に長いんです。どっから出てくるんですか。これ一応あのまあ、あのなんていうんでしょうね、こうモビルスーツ型というかね、こうあの人型に変形した状態なんですけど。人型空母。いやこれ変形したんですけど、あの変形しないで元の状態なんですね。あ、変化するんです。変形するんです、変形してこれになって、ダイダロスアタックとかやるんですけどね。あ、なるほど。はい、これは一応この新型空母、これがもうインドに。これを作る技術をね供与するらしいですよ。はい、虎の子の技術をついにインドにってことで。虎の子の技術だったんですかこれ。あ、虎の子。いやでもこれ、やっぱリアルにこれ作るかどうかわかんないんですけど、今インドってあれでしょ、空母2隻あるんですよね。ね、空母も持ってますしね、はい、原子力潜水艦もね。そうそうそう、ありますもんね。ロシア製の空母 と、イギリス製の空母があって、でイギリス製の空母がちょっと古くてですね、今年退役らしいんですよ。でそこで新型ね。やっぱりね。新型、何事も新型が欲しいみたいですよ、インドは。ね、みんな古くなっちゃってますからね、更新時期ですね。はい、でそのアメリカ製の武器がだからインドに入ってくるとなると、はい、インドも、まあ、かなり、そういう意味でアメリカのですね、オフショアバランシングにはものすごい貢献できると。だここでだからアメリカはですね、やっぱ日本に対してもですね、もうなんかもう歴史的な和解もね、この間の安倍演説でいいとこ行ったんで、うん、もう最終的には大統領広島訪問ですよ、すいませんでしたって言って、靖国も来てすいませんでしたってやると。でそれでまあ日本人ももう完全に和解してでやっていくのがいいかなと思って。安保法制なんて最小限じゃないですか。そうですね、とりあえずね、こういうぐらいのレベルですからね。ね、だって一緒にパトロールしましょうってだけでしょ。ね、でしかも戦闘始まったらまあ撤退しますと。そういうことね。ただ撤退するっても危ないんで、ある程度武器フリーハンドで使わせてあげないと身守れないじゃないですか。撤退は一番危ないですからね。そうなんですよ。だからなんかね、ど素人が国会で議論してるみたいな感じも見てておかしいな、こいつらと。ですよね。ねえ、あれやっぱね、自衛官もたまないと思いますよ、やっぱりね。本当ですよね。まあ、今回のね、憲法学者の件で僕ツイッターに書いたんですよ。イラク、トルコ、あ、ごめんなさい、イラク、シリア、トルコ、はい、平和主義ヒッチハイク、非武装ヒッチハイクやって、非武装ヒッチハイク、憲法学者100人出して一人でも着いたら、トルコまで着いたら僕護憲派になります彼らに言ってることは正しかったと、ね、第一種、ね、自称イスラム国相手にお前らの平和主義やってみろと、蹴ってみろって感じなんですけどね。まあ、でも
憲法学者っていうぐらいですから、やっぱりそういう主張しとかないとね、うん、まあ、職業にもならないし立場も守れないから、まあ、そう言うんでしょうね。あれが飯のためなんですね。飯はまあそういうことなんですね、はい、で結局参加無責任です。国民守らない時はさらさらないんで。だって憲法学者の身分を守るためであって、その通り、で国民を守るつもりはないわけですよね。全くないんです。まさにね、高学歴社員が日本を滅ぼすということで本日のオチになりました。赤嶺さん、ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。